熊本市市政情報コーナー知っとるね、まなぶくん。まなぶくん、どうしました？今私映ってました？ちょっと、ってました。仕事しよったな。私こうやって台本見てましたよね。いや、はい、あれおかしいな、ずっと2カメがずっとついてるなと思ってたんだけど、まなぶくんよろしく。まなぶくん、おはようございます。おはようございます。びっくりしたね。そんなことどうでもいいんだよ。誰がどこ見てようがどうでもいいんだよ。どうでもいいね。中華さん、おい、中華さんとこの実家はどうですか？実家はどう？ふわっとした質問ね。実家なんとかあるよ。もう誰も住んでません。いや、住んでる。お、そうですか。今日はね、ちょっといい話ですよ。 お家に関するお話です。お、今日は住まいの利活用、利活について調べなんてない。僕はハムカツが大好きです。まなぶくんがやってきたのは空き家対策課。案内をしてくれるのは、夏休みに子供のお弁当を作っていた直入さん。家に帰るとカレンダーにその日のお弁当の点数が書かれていて、かなりのプレッシャーだったそうです。住まいの利活用、利活って何ね。まなぶも学ぶ。まなぶくん、前回出演した時に説明した熊本市の空き家率はおよそ何パーセントだったか覚えていますか？はい、君は 1000% です。残念。いいですね。正解はおよそ 12%。 熊本市内にはおよそ 43,500 戸の空き家があり、20年前と比べ 1.4 倍ほどになっています。空き家が多いといかんとね。空き家が長期間放置されると、建物の劣化や倒壊の危険、防犯面などさまざまな問題を生じさせることがあります。例えば空き家の倒壊や火災による死亡事故が起こった場合、およそ2億円という高額な損害賠償額を請求されるとも試算されています。我が家や実家が家族や地域の人々を悩ませるような負の動産にならないよう、早いうちから家族で今できることについて話し合うことが大切です。うがすとよかつね。そこで今回は、空き家の利活用で自分らしい暮らしを実現させた方の事例を紹介しながら、住まいの将来について考え、利活用を検討していただく住まいの利活についてご説明します。その串カツは美味しいと。違うよ。住まいの利活用の選択肢は主に3つです。1つ目は自分で使う住み継ぐ、2つ目は売却する、そして3つ目は賃貸するです。こちらの写真は実家の隣に立つ築100年以上の空き家を譲り受け住み継いだ方のご自宅です。建物が大きいため、すべてを改築すると大幅に予算をオーバーしてしまうため、あえて完成していない家にして、週末は家族で DIY を楽しんでいるそうです。続いてこちらは、売却された中古住宅を購入し、リノベーションをした方のご自宅です。新築より購入費が抑えられるため、浮いたお金で内装にこだわることができたそうです。そしてこちらは、県外に住んでいる家主が20年近く空き家になっていた実家をリノベーションし、賃貸物件とした事例です。家賃収入で建物の維持管理費とリノベーション費用を賄え、高い収益を得られるケースも多いそうです。熊本市のホームページでは、空き家の物件情報をまとめた空き家バンクなどの制度の紹介や、中古住宅、空き家関連の住宅ローンに関する情報などを提供しています。ぜひこの機会に住まいの利活用、利活のご検討をお願いします。はい、晩御飯はとんかつを検討してもらいます。いや、どうでした中華さん。面白いですよね。実際にやっぱり親が住んでた頃、空き家とかがある、どういうふうに有効活用すればいいのかって悩んでる方多いと思うんで。そうです。で、いろんなスタイルがあるから、はい、貸したりするのもいいしね、売ったりするのもできるし、まあ、だから今日ご紹介したのは熊本市の話ですけど、うん、まあ、中華さんのようにそのご実家が大分の、そうね、うん、どこか分かりませんけど、文豪の市ですけど、はい、文豪の市ちょっと知らないですけど、知ってるやろ、今のうちから話し合っていくことは大事ですよね、家族で。うんうん、どうするとっていうの大事ですから、
中華さんのご実家も早めに話し合っとってください。ありがとう、心配してくれて、はい、ありがとうございます。ということで皆さん、また来週です。はい、ありがとうございました。